張りがどんどん綺麗になった。こんばんは、皆さん、ホロライブスタッフの春先の動画です。見てください、下にご注目ください。この段ボールだった机が、なんとこの美しい木目、この木目を見てください、木になりました。これでね、ゲストの方をよりおもてなしできるというもの。もうね、この机を叩いてもね、へこんだりしない。やったー、もう誰に叩かれても大丈夫だ、大パンしても怖くないぞー。やったー、やったー、おめでとう、ありがとうございます。やだ、え、なんだ、え、なに、ちょっと、ちょっと待って、あ、え、なんとか、な、あ、なんだ、とどんどんか、私脳に直接だだだ、誰だ、うっ、うわー、誰だー、あ、私が来た。あ、ちょっと、え、ちょっと突っ込みどころが多い。こんにちは、はい、綺麗なお家になって喜んでいるところ申し訳ございませんが壁に穴を開けさせていただきました。この部屋は暗黒に繋がっている気づいていますか、はい、暗黒の深淵、この先分かっているんですか、のどか、誰だよ、出てこい、ここから出てこい、お前が出てこい、あー、いやー、いやだー、出てきて、私は出てきて、出てきて、この家の家主は私ですよ。もしかしてお前がお前がゲームマスターちょっと何してくれてるんですか、水星さん、これ、これなんですか。いやいや、ちょっと穴開けろって言われたんです、私は。開けろって言われたから、じゃあ開けますって言って、組織から指示を受けて、そう、開けたんですよ。本社から指示を受けました。そうそうそう、本社という名の組織からね、うるされ言われたんで、一生仮のままなんだ本当で、水星さん、おひざ